これで全ての演奏が終了いたしました。最後に出演団体と会場の皆さんで花を一緒に歌いましょう。お手元の歌詞カードをご用意ください。皆さんこんにちは。最後までお聞きくださいまして本当にありがとうございました。もう一曲だけ皆さんとご一緒させていただきたいと思います。さっきのようにね、男性合唱の素敵なコーラスのまま終われたらいいんですけど、またちょっとババが出てきてしまってすみません。私たちもかつては若かったという感じですけれど、今も気持ちは若くで、ちょっとまだ寒いですけど、花皆さんと歌えたらいいなと思って上げさせていただきました。1番、2番、3番とありますけれども、お好きなところ上でも下でも歌っていただいて、2番になりましたらね、ちょっとこう見ていただくだけでも男性の方たくさんいらっしゃいますし、ステージにも男性満載しておりますので、2番の前半ですね、1段2段の男性だけでちょっと歌っていただいて、残りの3段目4段目みたいな、3段目4段目ってあれですけど、後半を今度は女性の美しい声で歌いたいと思います。で、3番になりましたら最後のエネルギーもう一回全部出してしまおう。で、芸に一刻もというとか特にエネルギー出してくださいね。でもその芸に一刻の前におぼろ月っていうのがありますよね。おぼろ月ってこの間みたいに大きな金の皆既月食みたいな大きな月ではないと思うんですね。ちょっとぼんやりした感じの月なので、そこだけちょっと柔らかい感じで歌ってもらえるととても幸せかなと思います。それでは1番2番3番通してよろしくお願いいたします。
ちまして第11回大口合唱祭を終演いたします。長い間ご清聴いただきありがとうございました。